どうしよう、ちょっと待ってね、スケジュール、あ、電波をする、あ、そういうことか。あ、バタバタしてた、疲れた、めっちゃ疲れた、肩が、今日はめっちゃ重い荷物を持って帰って、もう歩くスピードは普段より多分 1.75 倍くらい遅かった。もうめちゃめちゃ遅くて疲れた。ちょっと待ってね、マネージャーさんに聞きたいことがあるんですけど、大体で大丈夫ですが、変ですか、大体で大丈夫ですか、大体って漢字で書くんですか、それともひらがなの方が多いですか、大体で大丈夫ですが、大体、どっちもいいよ。ふわー、もう明日なのに、もう明日なのに、何時ごろになりますかは変ですか、何時ごろを教えていただけますかの方、何時ごろになりますか、何時ごろになりますか、本当にめっちゃ疲れた今日、うん、疲れた、今日は早く寝よう、まあね、なりますが、なりますが、おおよその時刻を教えていただけましょうか、おお、重い、かなりいいなるかを教えてください、なるかを教えてください、よろしくお願いします、わかった、はあ、聞くの忘れちゃった、気づいたらもう10時半過ぎちゃった、ひー、なんか今日も重い荷物を運んだし、昨日も重い荷物を運んでた、昨日は普通に物を買ったので、おもろい物を買ったのでめちゃ重かった、今日はお仕事用のものを、めっちゃ重かった、想像より重くて肩が痛い、どんだけ重い荷物めっちゃ重い、めっちゃ重い、私かなりの力持ちですよ、うん、多分普通の女の子よりと思うんですけど、わかんないんですけど、前、めちゃめちゃ前、4年前くらいかな、引っ越して、でピオが手伝ってくれて、で、うん、荷物持った時にピオが「もちゃは力持ちだね」って言われて。そういえば、うん、そうかもしれないですね、そう、ペットボトル開けるのも得意、いや、のね、いや、めちゃめちゃ苦手だった、今はできるようになったんですけど、
めっちゃ苦手でした。もう場面で送ったのはかっこいいやつ、あ、アイドルの方あのね、あのね、その今日はメールで、あの写真2枚あるんですけど、かっこいい方とアイドルっぽい写真2枚あるんですけど、どっちがモバメ、なんかモバメもツイッターも載せたい、残りたいだね、のでアイドルっぽい、でモバメで聞いてみたんですけど、めちゃめちゃ悩んでました。両方同じくらい好きで、お姉ちゃんに聞いてもどっちもいいんじゃないって言われて、いやお姉ちゃんに聞いちゃダメだなって思ったでもね、めっちゃめちゃなんかあずきがすごいいろんなアドバイスが来て、数えてなんかちゃんと見たんですよ、みんなの声。両方本当にすごい迷ってて、結局分かんなくて、どうしようどうしようどうしようになって、自分のツイッターを見返して、めちゃめちゃ見返して、あ、そのこういう系の写真なかなかないなって思った写真が、あ、じゃあ普段ね、皆さんがツイッターを見てくださってる方があんまり見たことない方の写真載せた方がいいかなって思って、でぶりっ子はちょっとやっぱ恥ずかしいからモバメで若干ぶりっ子なのでちょっと恥ずかしいからモバメで、ぶりっ子ではないな、なんだろう、ぶりではないけど、ちょっとぶりっ子みたいな感じです。でちょっと恥ずかしいからモバメにしようかなって、ぶりではないな、なんだろう、そのモバメですでもね、今写真を見てめっちゃなんかやっぱまだ明るいなって思った。ほらだってこっちがそんなに明るくないじゃない、めっちゃ黒い、暗いし、そこまでね、なんか今写真見てるけど、こっちの方が全然暗い。写真がやっぱその明るく見えるね。ひー、思ったより明るかった写真ね、私も思ったより明るいと思った。いやーちょっと待ってね、いいよ、どうしよう、このまま黒かな。どうしよう。レンズ通して、うん、やっぱそれとも光の問題？自然光はやっぱ明るく見えるのかな。インスタ用も赤強い、え、そうなの？あ、確かにちょっと赤、ひー、でも実際めっちゃ黒い。まあでも多分1週間後2週間後はね絶対明るくなっちゃうのね、絶対。そう、今は普通ですけど、ふう、おお、マネージャーさんから返信が来ました。はい、大丈夫です、よろしくお願いします。はあ、すごい大事なことをマネージャーさんにお願いしました。
これは解決しないと眠れないくらいどうなるのって感じのことを一人で悩んでて、でマネージャーさんに聞いてみたら、あ、これ解決できますよって、嬉しい。めちゃめちゃ悩みました。迷ったというか悩んで。ありがたい。これが解決できなかったらね、本当に大変なことになっちゃう。無理って感じ。マネージャーさん優しそう。マネージャーさん優しい。感謝。ではどうしよう、投稿しようかな。ツイッターに相談するって大事そう。あれはね、え、これどうなるのって思った時にもう夢に出たくらい悩んでた。でも夢はちょっと曖昧、ちょっと微妙、ちょっと違うことになったんですけど、でも同じくだから良い子良いよし来いじゃあいい、送りました。見てください。そう、すっごい迷ってて、じゃあ本当に夢に出たくらいちょっと本当に怖い夢見たんですよ。ちょっと違うことが出てきたんですけど、ああどうしよう、これ解決しないと私無理だって思ってマネージャーさんに相談したら解決してくれるって。夢出てくるね、来たくらいのことで解決できてよかった。まだ言えないことだな。まあそうだね。でもそうだねそうだね。はい、私のツイッター見てください。さっき投稿しましたよ。見てリアクションしていつも皆さんのコメントを見てます。わ、すぐコメントがありました。ありがとうございます。普段と違う写真じゃない？ツイッターにあんまり載せた、あんまりなんか最近、特に最近全然その外の写真ないんじゃない？最近のツイッター、私のツイッターつまんなくない？めっちゃつまんないなって思って、ちょっと違う手段とはちょっと違う写真。もうなんだろう、黒よりちょっと明るいけど茶色までではない。めっちゃ黒。これも縦向きの写真ですね。なんか縦向き、これも全部自撮りですけど、縦向きの自撮りはめっちゃ難しいなって改めて思った。なんか三脚を使ってるんですけど、その三脚はやっぱこうやってキャッチするんじゃないですか、携帯を。こう、わかるかな、こうで立っての写真撮りたかったらこうになるんですけど、じゃあこのもともとこう棒っていうか、そのわかる、 あのその立ってる棒がバランスが取れなくなっちゃうのよ。ホールダーの部分、足が棒じゃない、足、そう、バランスが取れなくなっちゃうから、めっちゃなんだろう、難しい。
頑張ってたの、私頑張ってたよあーなるほど、うん、そうですよ。ですなので偉いいただきました。いやうん、なかなかね難しい、ため息多いなまだ慣れてなくて、立て向きの写真を撮るのをやっぱ難しいなってちょっと思いました。研究室かな。そうだね。でもね、本当にめっちゃ迷ってる。新しいカメラ買おうか。でもね、今の携帯はねすごいんですよ本当に。しかも撮りやすいですし、編集もそのままできるし、うん、新しい携帯買おうか。でもパソコンも欲しいけど、うーん、って感じ。最近はすごい迷ってるけど、カメラ、携帯のカメラももうすごいな今の時代。本当にカメラに負けないくらい、まあ、カメラもカメラのいいところはあるんですけど、でも携帯もめっちゃ迷ってる。全部頑張りますね。お金持ちの情報が残念ながら。でもね、お姉ちゃんが最近一つ言った言葉があって、選択するのがは子供だけだっていう言葉。子供って、なんだっけ、なんだろう、ちょっと待ってね。子供だけが選択する、大人は余裕な大人は選択しない。という、言葉この間お姉ちゃんに言われて、お姉さん名言、台湾の流行語なのかな。だってお姉ちゃんがすごいその当たり前の世に言ったんですけど、これは絶対お姉ちゃんの言葉じゃないと思った。だってお姉ちゃんは余裕の大人じゃない。そうやっぱ流行語なんだ。やっぱ余裕のある大人は選択なんてしない、全部買うのってお姉ちゃんが言って、いやお姉ちゃんそんな金持ってないし。お姉ちゃんはね、本当にお金本当にない。あの投資なのか分かんないんですけど、毎月本当にすごい、なんか何年後まだ戻ってくる、何倍なんか 1. 何倍戻ってくるという、なんだろう、貯金ではない、投資なのか分かんないんですけど、やってるんですよ。でだからお姉ちゃん今口座にあるお金はね、本当にありえないくらい少なくて、聞いてびっくりしたもんこれ、私が、なんだろう、そのこの金額ガチって思ったくらい少ないと思って、お姉ちゃん、でもお姉ちゃん全然余裕ないのに、いや選択するのは子供だけだよとか言ってて、いやいやいや
そうそうそう、なんか定期預金何がして、そうそうそう、本当に逃げ玉が、いやでもお姉ちゃんが本当なのか嘘ついてるのか分かんないんですけど、本当にそれ聞いてびっくりしたもん。いやえこの金額を本当に社会人何年目って思うくらい、そう全然余裕ないじゃんお姉ちゃんめっちゃツッコみたくなっちゃうくらい。定期用品、お高津で使いすぎじゃない？そう。ちなみにお姉ちゃんがね最近ハマってるのはアイドルではなくて、あでもお姉ちゃんは相変わらず夜遊びさんが好きです。なんかちょっと前夜遊びさんがライブ配信 YouTube 配信しててお姉ちゃんに送ったらもう見てるよって言われてさすがで、お姉ちゃん、はい、じゃあ最近お姉ちゃんがハマってるもの、ことは何でしょう。これ言ったことあったっけ、お姉ちゃん最近ごめん、歌ってはない、お姉ちゃんが最近ハマってるのはボイトレ行ってほしいな行ってほしいな、トレーニングす、いやそんなに、いや祝地、いやお姉ちゃんそんなにアニメ、うん違います。でもまあアイドル、アニメ、ほにゃららって言ったら習字、お笑いではない。妹いじ漫画ではない。今さらではないな。でもずっと前からある。けど日本、やっぱ日本の文化なので台湾はちょっと少ないけど、お姉ちゃんがすごいハマってる料理ではない、メイドカフェでーすそうなんです、メイドカフェです。そうメイドさんにハマってるね、お姉ちゃんがチェッキがすごい好きです。メイドカフェって、あ、私行ってたの？お姉ちゃんメイドやん、いやご主人様って、ご主人様って言われたい。ほう。お姉ちゃんメイドになれない、やめてよ、怖い。お姉ちゃん、あの、日本文化じゃないですか、これぜ、え？メイドカフェは日本からのものじゃない？え、わかんない、え、勝手に日本の、でも日本からじゃない、メイド喫茶、え、わかんないんですけど、めちゃめちゃ日本文化めちゃめちゃ日本文化ってメイドカフェは日本だろうね、そう日本だろうねだよね、うん、秋葉原文化、日本どんな真ん中ですよまあね、だよね、そう多分推しメイドさんがいるの、そういる、めちゃめちゃ可愛いお姉ちゃん、お姉ちゃんと同い年
強いて言えばお姉ちゃんの知り合いの知り合い、強いて言えばなんでずっと前から知ってた人で、おたかつ知ってる時に、あ、ずっとなんかインスタフォローしてるのかな、わかんないですけど、おたかつして近くにそのメイド喫茶があって行ってハマっちゃったっていう知り合い会。うーん、まあね、すみません。あ、でももともと知り合いの知り合いってしてった、そう、知り合いの知り合いでしてったから会ってみたいなって、会ってみたいっていうか、その多分会ったことあると思うんですけどな、なんだろう、その思いしに行きたいで自分がハマっちゃったっていう。お姉ちゃんはね、めちゃめちゃチェキが好きですよ。いつも私に送るチェキ欲しい、チェキ欲しいとか言ってて、知り合いだから見に行ったのかな、うん、多分ちょっと楽しみたい両方かな。そう、めっちゃメイドさんにハマってるね、お姉ちゃんが。アイドル？最近お姉ちゃんがアイドル見てるのかな？わかんない。見てないんじゃない？見てないと思うけどな。どうだろう？どうだろうな。たまに見る？かな？どうだろうな。でも AKB の番組見てくれてる。今の新番組見てくれてる。でも確かに最近お姉ちゃんから乃木坂さんの話全然聞いてないな。見てないのかな、わかんない。確かにないな。うん、ない。多分メイドさんと夜遊びさんにハマってて、台湾のメイドカフェルルオハンが出てきそう。いや、出ないと思います。ルルオハンにモイモイキューとか、いや、想像できない。やっぱいや、出ないと思うんですけど、行ったことないんですけど、多分出ないと思います。うん、いや、体重にもメイドカフェあるのは。でもお姉ちゃんが、体重にも店舗が出てくるらしいよとか、なんか言われた記憶が曖昧にこの間あるこの間お姉ちゃんがしれっとっていうか、報告っていうかわかんないんですけど、体重でもメイド喫茶がね、これからあるよってことは今ないのかな、わかんない、曖昧な記憶。マチャリン、メイドマチャリンに萌え萌えしてもらいたいです、かっこ超絶大声すいません、私そういうのが、うん、可愛い女の子がやったら可愛いので、なんかこの前も言ったんですけど、その自分の名前、第一人称が自分の名前を言ってる女の子が可愛いと思うんですけど、自分はできない。うん、第一人称いやー、私は多分お姉ちゃんと同じ、その楽しみたい方、ご主人様と言われたい方かな、わかんないわかんない、いたことない。でもやっぱ恥ずかしくて逃げたくなっちゃうかも、わかんない。そんな可愛い女の子に、なあ、ちょっとわかんない、一緒にね、魔法とか、恥ずかしくて、メイドさんに一人で魔法をかけてください。私見ます。になっちゃうかもしれない。わかんない。
え、ちなみにお姉ちゃんはどうだろう。お姉ちゃんは一緒に魔法をかけたんでしょうね。どうでしょう。これは聞いてないな。前に自分で言ってつぶまちゃんはってこと？やっぱ向いてないな、ま、やっぱ無理だな。無理です無理です無理ですいやー言わないな言わないな多分。そう無理ですね。でも私もずっと前からいつかメイド喫茶に行ってみたいなってずっと思ってて、でも結局行ってなかったんですね。劇場っていうか劇場じゃない、そのドン・キホーテ、秋葉原のドン・キホーテにありますよね。何回？何回あるんですか？初聞あ、今浮気調査じゃないんですよ。何回ですかって聞いて7回です、お、行ったんでしょとかそういうわけではない。単純にシンプルに AKB 劇場8回ですよね。浮気調査で、メイドカフェは何回ですか？ありますよね、ドン・キホーテの中に。隣のテーブルのお客さんがマジャルになったら落ち着くな。ガン見するわ。あずきはガン見。5回？ 5 回だった。おうほうほう。なんかね、公演が終わって結構最近ですけど、公演が終わって従業員用のエレベーターから降りて、なんかその時公演なのかな、公演だったのかな、なんか終わって劇場にいて終わって帰った時に少なかったんですよ、メンバー2人 3人くらいかな、メンバー3人とマネージャーさん1人4人くらいかな。なんか普段前16人公演の時やっぱ人数が多いので、ちょっとすいませんになっちゃうんですけど、そういうめちゃ少なかったから、普通にメイドなんかわかんない、めちゃくちゃかわいい女の子たちが入ってきて、でも同じビールじゃないですか、その同じドン・キホーテで、もちろん初対面で分かんないですけど、でもキョンが当たり前のようにお疲れ様です挨拶したのえ、この場合は挨拶した方がいい、挨拶しない方がいい、え、どうだと分かんない、その一緒にお仕事ではないですが、一応同じ建物で働いている人じゃない、いる人、しかも従業員用のエレベーターなので、アイスでもどう、え、この場合はどうすんですか皆さん従業員用なら挨拶していいよ、そっか、挨拶して悪いこと
ないかと。うん、そっか。なんかだって一緒にお仕事してるわけではないし、初対面ですしと思って、この場合は今までなかったから、ほぼ本当になかったから、今日はす、なんか本当に当たり前のようにすぐお疲れ様ですって挨拶してうん、私もちょっと止まってた。髪知り、いや全然初対面、全然髪知り、その挨拶は正しいと思うよ、向こうもいい子になると思うんだろう。そっかそっか、見ず見知らず人でもお疲れ様ですっていうのは変じゃないし、そっか、じゃあ私あの時も行った方がいいのかな。私結局行ったかどうか覚えてないな。でもびっくりした、キョンが行ってなかったら私も言おうとは思わなかった。でも結局私行ったかどうか覚えてないな、結構最近のことですけど。この後どうなった？何もなかった、一緒に降りただけ。そっか、勉強になりました、社会人なのにすいませんあ、怪しい人じゃないの怪しい人そっか、そう、めちゃめちゃ可愛い女の子たちがエレベーターに入ってきて、可愛いってめちゃめちゃ思って、ドン・キホーテの中に劇場一つしかないよねって思ってめちゃめちゃ可愛かった、オーラもすごくて乗ってきて、入ってきてじゃない、乗ってきて、確かに乗るよねひー、ちょい待ち、おお大丈夫、キュンキュンしたの、いやキュンキュンしたのねって言われた。ある意味劇場、お、あ、確かにね、確かにね、行ったことはないんですけどテレビで、そう、そう、めっちゃ可愛かった。まさに男装カフェとか販売する、どうだろう、でも恥ずかしいな、なんか女、かっこいい女の子がわかるかな、かっこいい女の子がかっこいいと思う、男装でも恥ずかしいな、どうだろう、かっこいい女の子が本当にかっこいいってハマりそうどうだろうな、そう、ナナさんとかもかっこいい、うん、でもキュンしたのは P さん恥ずかしいなんか一回、これもあの公演の MC で言ったことあるんですけど、何の MC の何の内容だお題だったか覚えてないけど、その一回かなり前ですけど、その公演前に P さんがイヤホンつけて動画見てたんですよ。で、あの線のあるあの Bluetooth ではない方のイヤホンつけて、で私が P さんの隣に行って何見てるんですかって聞いてみたら、 P さんが何も言わずにイヤホンをつけてくれたんです。まずこれ少女漫画しか出てくれないのだ、現実あると思うくらい、はあ、あった、もうキュンだし、あの行為が、その私が P さんの左側に行ったんですよ、私が P さんの左側に行ったのに P さんが左耳をくれたんですよ、わかる？その右耳ではなくて
左目で私がピンさんの左側に行って、でもう一度同じこと言う2回言う、あのつけてもらったんですよ。私がピンわかるかな、その右耳だったら右耳左耳でも右耳左耳同じことしか言ってない3回言った。そうそう、にゃーって思ったそう、あれからかな、え、あれはきっかけなのかな、 P さん呼び、スケ P さん呼びのはあれかな、なんか覚えてない、ちょっと覚えてないわ、だいぶ前。そうなので、そのかっこいい女の子のかっこいい仕草、うん、キラキラしててかっこいい女の子が好き。でも逆にキラキラしてる男性がなんか苦手かも、わかんない、苦手かも。テレビを見ててめっちゃ眩しい、なんかあそうなんだになっちゃう、わかんない。実際に人生今までキラキラ男子に会ったことないかもしれないけど、多分実際もそうじゃない、わかんないけど、そう普通の方がいいかな、普通の人がいい。何かな、いやーキラキラしてどうだろう、わかんない、なんかいやキラキラしどうだろうな、わかんないな。そうそのキラキラ、そうだねうん、普通ほど幅広いものはない確かでも本当に普通、格好つけじゃなくてかっこいい人が、あーわかるわかる、格好つけてるのがめっちゃ苦手、めっちゃ苦手。そう普通無意識の仕草、そういや本当だ、なんか左耳左耳いやーそうになっちゃったんだね。可愛い子の前だと格好つけちゃう、いやでも格好つける、逆に私の中ではマイナス、私にとってはね、私の中ではちょっとマイナス、ちょっと単純にそのうんちょっと苦手かな。そう左耳そうなんです、お腹が泣いちゃった。そう格好つけないのに自然とかいいと思う、カッコつけてないのに自然とかっこいい男性はその顔がかっこいいから、いやあなたは無理です、顔がかっこいいから無理ですとか、そこまでじゃないけどな自分がそんなにかっこいいから無理無理近づけないでくださいだからそこまでじゃないな、そりゃうんうん、まあ自然だったら全然かっこつける人が苦手だけ、そうかっこいいから無理無理近づけないで、そう本当にそこまでじゃない、かっこよすぎると緊張しちゃう、あーどうだろうな、
どうだろうな、これ本当に単純に知り合いに失礼だなそう言ったら知り合い、友達に、同級生、いや何も言えない何もあのいやあのあのあでもキラキラ系の人がいなくはないけど、そんなになんかね、あ、わかった、なんでなの、自分のことがかっこいいと思ってるかっこいい人が苦手。ちょっと待って、ももこ気が多い。ちょっとももこの顔見たことないやん。自分もめっちゃ失礼なこと言った。あの、かっこつけてるってか、かっこつけてるか、自分のことがかっこいいと思ってるかっこいい人が。そう、ナルシスト無理。ももこはかかつけてる、いやめっちゃ可愛いよ妹なんで、感覚は完全に妹なんで、そう全妹、全然妹、めっちゃ妹、そう、自意識高いはね、そういう、なんだろう、もし、なんだろう、自分なんか意識してないっていうか、分かってない、自分のかっこよさは分かってない人がいいかな。じゃあ自分のことが、こと可愛いと思ってる女の子は本当に可愛いか、全然いいと思いますよ差別いや、女の子が自分が可愛いと思ってどんどん可愛くなると思います、いいと思います何このさ、なんだろう、ごめんなさいね差別ね、状況によります、状況によります。でも本当に自分のことがかっこいいと思ってる男性が苦手。あ、でもね、自分のことがかっこいいと思ってるけどそうでもない人が苦手じゃない。あの、そう、全然苦手じゃない。ややこしい。そう、苦手じゃないかも。そうでもないとはそうでもないってことややこしい。なんだろう、そうでもない人がそう言ってて、あ、え、全然、全然、好感度下がらない。すいませんすいません
芸人でしょ。芸人もそうだし、普通に、うん、そうですよね。普通にいる。いるんじゃない？いるんじゃない？え？かっこいい系男子と可愛い系男子だったらどっちが好き？普通の人がいい。普通の人。うん、普通。普通。めっちゃ可愛いか、めっちゃかっこいいではない。普通なんかなんだろう、シンプルになんかうんーの音は あるよね。あ、なんかなっちゃった。なんだろう、わかんない。めっちゃキラキラの人と一緒に並びたくない気持ちがあるので、普通の人がいい。ど真ん中男子になりますわ。いや普通男だし、あ、優しい人がいい。優しい人がいいな。そう、これは大前提。ふつげダンス。かっこいい方か可愛い方、まあどっちでもいいんですけど、そのかっこいいけどたまに可愛いところ見せてくれるとか、普段は可愛いけどたまにかっこいい仕草するという、なんだギャップっていうか。ドラマ見すぎすいません、ドラマ見すぎすいませんの方がプラスと思うんですけど、でも本当は普通の人がいいどうだろう、わかんない。本当に出会ったらな、わかんない。ちょっとめんどくさいなと言われてドラマ見すぎかな。でもかっこいい女の子は、でも可愛い女の子もキュンするな。でもかっこいい女の子も、なんだろう、かっこいい女の子は多分かっこいい男の子よりキュンとする。そういう、やっぱなんだろうな、かっこいい女の子は本当にかっこいいと思う。本当のかっこよさ。そう、うん、何が普通か欲しいになってる。分からなくなったってことかな。欲しいになってる。いや時々マシンが、あずげが可愛いって言ってくれるけど、あれキュンキュンする。本当、いや、可愛いって言った時に本当に可愛いと思ってるから可愛いって言ってる。うん、そう。でもあずげ可愛くない？厚木可愛くない？シンプルに可愛くない？可愛いよね、めちゃめちゃみんな。女子はやっぱり筋肉鍛えてる男子が好きだったりするんですか？人によるんじゃない？でもそういうイメージありますね。ちなみに私全然、全く全然
1ミリもそう思ってない多分本当に私例外だと思ってください。本当に私例外です。普段普通は平均は多分好きの方なのかな。私は例外です、すいません。めっちゃ知ってる自分が例外っていう、いとこのお兄ちゃんのせいです。本当にそれムカつく。今思い出したらめっちゃムカつくお兄ちゃんたちのせいで、うん、でも平均は多分好きなのか。でも地元の友達もそう、あ、一人だけ好きなのは一人だけ。そう一人だけです。地元のそう一人だけ。そうめっちゃびっくりしたもん、あの時。そう一人だけ。基本でもそのみんな、まあ、じゃあ今あの LINE のグループがあって6人くらいかな、いるのかな。でもうん、そう、その中に1人だけが心は女子だけど男子だから、でも心は本当に女の子です。で一緒にみんなで一緒にテレビ見て、一回キャーって叫んで、見た、さっき CM に出たあの筋肉、あの腹筋とか叫んでて、うるさい、びっくりした。なんでもうみんな反応してなかった。だから筋肉好きなのは一人だけかギャーで叫んだの怖っと思って、びっくりした。こっちが全然興味がない、全く興味ない。怖って耳鼓膜、私の鼓膜よ。そう、うん、何も思ってない。そのうん筋肉、うん、ま、興味ない。あー、でもそうでもね、女の子の腹筋を見てかっこいいと思うの。なんかこの間も、まあ、もともと見たことある映像ですけど、そのこの間放送されて、ゆうりさんがコンサートで、あ、めちゃきれいな腹筋じゃないですか。そう、女の子の筋肉が好きなんですよ。やっぱ違うんですね。めっちゃもうソロコン、ゆうりさんのソロコンの、そう、私ソロコン、あれはソロコンですよね。ソロコン見に行ったんですよえ、あれはソロコンですかちょっと待って、ソロコンの時ですか、それともナナさんとコンサートした時ですかね。あの曲をちょっと覚えてないな、だいぶ前のことだから。ソロコンが見に行ったで、そう、ゆうりさんの腹筋はねめっちゃ綺麗ですよ。公演中にいつも触ってます公演中にいつも触ってます。そう、いつも公演中に触ってます。手をつなぎながら、公演の手をつなぎながらという曲の 2A のところですね。はい、 2A から 2B になる前、あ、 2A の途中が、そう、一緒にいつも触ってますうん、ツンツンするの、いや、こうじゃない、こう
めっちゃそう、すいませんすいません、ユーリーさんのファンの皆さんすいません。そうなんです、めちゃめちゃ触ります。そうなんで筋肉がついてる男性に何も思わないんですけど、女の子だったらかっこいいと思う、羨ましく思う。なんでだろうな、なんでだろうな。動きがプロ、なんでだろうな、上手上手。そうそうですね、自白します。慣れすぎ、うん、手つき、そうだね、いいな時計、すいません、心からお詫びします、反省はしてないけど。他の子は触らないの、PさんP さんを触りますね。 P さんも細い、羨ましい、めっちゃ羨ましい。P さん、そう P さんのくびれはねめっちゃ綺麗ですよ。羨ましい、くびれが綺麗な人内臓入ってるのかな、確かに入ってるのかなと思うくらい細い、ない内臓ないでしょって、内臓ない何個かないかも。いやーマジンは鍛えないの、うん鍛えてます、一応でも、うん、短い、1日 3分間だけくらい。女の子、かっこいい女の子が好きなのかな、私。どうだろうな。なんか男装してアイドルやってる方いるんじゃないですか、テレビで見た、ちらっと見たことあるんですが、ちゃんとは見てないからちょっとわかんないんですけど、ちゃんと、どうだろうな、どうだろうな、あ、それとあれ、ビンゴの、AK ビンゴの何年なの、2017年くらいの辺くらいかなの滑走、17年か、ハロウィンやってて、でウィスピーさんのコスプレしてて、萌え、今ヒムミンさんの話じゃない、ちょっと待っていや違う、いや違う激しい、かっこいい方ではなくて、かわいい方ね。今キイちゃん、ひふみさんの顔ではなくてキイちゃんの顔が出てきた。あーやめて、本当に。なるほどさん、カロージさんは2000年くらいですね。そう、ちょっと違うんですね。いや2017年の話。そう、ね、なんだっけ、あれあれね。あれ、そう、ウィスピー、めっちゃかっこいいと思った。女の子はこんなにかっこよくなるんだっていう、
キーちゃんおめでとう、かっこ昨日、そう21歳ですね、キーちゃんおめでたい。もぎさんのダンス、もぎさんのダンス直接ビットかも。そうそう、写真だけ見たのかな、実際には見たことあると思います。つんちゃんも誕生日、そうだね、キーちゃんと同じ日、同い年、同じ日、すごくない？21歳。はあ、うんうん、あーそうだね、いやー、そう、本当に男装、待って、他に誰の男装みたいなのあったけど、翌年ね、他に男装してで誰だろう、誰だろう、カールおじさんは、まあ、ダンスはダンスだけどダンスはダンスだけど、カールおじさんのダンス、じゃあガリガリ君もガリガリ君もダンスってこと？だってガリガリくんだから、どうだろう、もっと人間味のあるダンスの話しませんか？ちょっと誰がダンスしてる、もぎさんのダンス見たことない、見てめっちゃかっこいいと思ったんですけど、めちゃめちゃ有名ですけど実際見たことない。せんとくんやめて、本当にあのやめて、もう今頭のなんか仙道くんの顔がめっちゃ出てきて、もう怖い、やめて、ほんとに、他に何だろう、誰だろうな、他に男装して、男装してかっこいいと思う、かっこいい男装したメンバー誰だろうな、誰だろうな、だろうな、誰だろうな、誰だろうな、これくらいかな、直接見たのは。でもウィスビーの時は本当にめっちゃかっこいいと思った、めちゃめちゃかっこよかった。もういない、え、今突然思い浮かばなくて、他に誰、他に誰だ、あーさか、あーあー、そう、あれもかっこよかった、まなみさんがかっこよかった、確かに、もうひふみさんの話ひふみさんが優勝でひふみさん優勝、いやーこれくらいかな。そう、でもなんかなんだろう、女の子のかっこいい仕草がかっこいいと思う。あー、右耳、左耳左耳あれ本当にいやーと思った。
今ツン、めちゃツンですけど、めちゃツンですけど、めちゃめちゃツンですけど、数年前私にイヤホンくれてつけてくれたの、ツンだね今は。今だったらありえない、いやそんな悲しいこと言わないでください。いや今はツンだからね、うん、そう、他に何だろう、かっこいいと思う女の子の仕草、女の子だけどめっちゃかっこいいと思った瞬間絶対あるんですよね。抹茶目線でかっこいい仕草、うん、なんでこの、あ、そっか、さっき、ま、お姉ちゃんが今一瞬お姉ちゃんの名前を言おうと思ったば、危な、危な、お姉ちゃんがメイド喫茶にハマってるからの話ね。一瞬お姉ちゃんの名前言おうと思った、危な、抹茶までバレてるから大丈夫。そう、抹茶、あ、そう、抹茶ピーピーで、なんだっけ、コメントでそのなんだっけ、断層をしてる断層、何喫茶だっけ、名前まで探しに行く気はありませんがそうだね断層カフェ、うん、断層カフェ、どうだろう、断層カフェ、いやでも断層カフェ、あーでも断層カフェもなんかキラキラな感じがするな、多分に、どうだろう、苦手かも、キラキラしてるんじゃない、お姫様とか言われ、あーちょっと無理お姫様、いやー無理かも、どうだろう、普通がキラキラ苦手な、どうだろうな、ちょっと苦手かも。でも実際キラキラしてる人とそんなに会ったことないん、もう話したこと、キラキラしてでもね、うちのいとこのお兄ちゃんがね、一番年が近い一番下のお兄ちゃんが割と、ね、キラキラしてると思うけど、本人が自分のかっこよさ知らないという、あらもったいない、いやこっちの方がいい、全然いいと思います、もったいなくない、自覚ないキラキラ男子って今頑張って頑張ってるか、今まで会ったことあったっけって考えたらお兄ちゃんかな、本当に優しい人、まあ、ちっちゃい頃喧嘩してたけど優しいし、結構何でもできる人、頭めちゃめちゃいいし、運動もめっちゃすごい、運動めっちゃすごい、
し、あでも可愛い系かかっこいい系っていうか可愛い系けど近くない。自分がやりたいことに没頭するという可愛いお兄ちゃんそうそう、絶対モテモテ、でも絶対わかんないお兄ちゃんが絶対に気づかないと思う。わかんない、学校は違うからわかんない。その男子が存在するなんて、うん、どうだろう。実際クラスとかどうだろう。でも一応私妹目線から見たらお兄ちゃんの嫌いなところないな。そうそう、かわい、あのかわいかったし、かった過去形過去形いやあのうん、あのいやちっちゃい頃から知ってたから、あの子供の頃、子供はやっぱ可愛いんじゃない。そうそう、優しいし、そうだから、だからそのお姉さん、その将来のお嫁さん、お兄ちゃんの奥さんもう、え、式は今年するんですけど、もう結婚届出したのか、多分まだ出してないかな。お嫁さんになる方が、だって高校生の頃から付き合って、今はめっちゃメロですよお兄ちゃんに今めちゃめちゃ、今でもお兄ちゃんのことめちゃめちゃ好きで、うん、そうなるねお兄ちゃんが。でも本当にお兄ちゃんめっちゃいい人、めっちゃいい人のが今一つ思い浮かんだの、お兄ちゃんだけかな一つだけ、一人だけ、うん、羨ましい関係。それな、それな、それな、めっちゃインスタグラムにめっちゃ、うん、眩しい眩しいもうキラキラしてる、キラキラしてるね。インスタグラム見てめっちゃうわ、そう、まあ、思い浮かんだのはお兄ちゃんだけかな。他に誰、うお兄ちゃん絶対絶対モテモテだけど絶対気づかないと勝手に思う本当に勝手に思うな。絶対バレ、絶対気づかない。リソカブル、そう、うー、ご両さん分、そっか、ちなみにあのお姉さん、お嫁さんになる方、お兄ちゃんのお嫁さんになる方が、お兄さんへの第一印象は、あ、この人と付き合いたいと思った、一目惚れだし。でお兄ちゃんが、 お兄ちゃんがお姉さんへの第一印象は、この人うるさい
たの？わかんないけど、うるさい人だなっていう印象が最初だった。うるさい人。いや何してたの？めっちゃ気になる。面白い。少女漫画好きない？確かにね、確かにね、確かにね。さすがすぎる。うん。でもお兄ちゃんがすごいユーモアな人、ユーモアな人、すごい話がすごい面白くて、頭の展開も早いからね。そう、話も面白いし、絶対モテモテと勝手にいつももう55分になるで、そろそろ終わります。ユーモアな人、ユーモアのある人です。本当にめちゃめちゃ話が本当に面白い。いつも笑いながら話を聞いてるはい、ではランキング読みます。本当に雑談、何もしてない、喋るだけの配信になっちゃいました。はい、13位からです。13位はふとさんです。12位はケイさんです。11位はひろきちさんです。10位はリニアさんです。9位はタカさんです。ありがとうございます。8位はそっちのたんですけど、名前がぽっつり、いやだから顔、あの扱いが可愛いって言ってる、そういうとこが可愛いと思ってめっちゃ面白い。すいません。では続きまして7位は鈴鹿さんです。ありがとうございます。6位はナスカさんです。ありがとうございます。やばい、笑いツボだった。ぽっつり、ぽっつりの、いや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 、普通じゃないよえ、ちょっと待って、でも私が普通の、普通、普通、普通、でも私にとってあずきみんな特別なんです、と思ってるどうしよう、どうしよう、小平がどうしよう。いや、みんな普通目指すよ。いや、普通、でも普通がいいとは思うけど、でも、あつきはみんな特別と思うけどな。どうしよう、困っちゃう、困っちゃう。では続きまして、5位は、待って、読み方はまだ間違えるんですけど間違える前提として、はい、アヌワモンコンロンス、サクルさんです。ありがとうございます。前ツイッターでなんか読み方教えてもらったんですけど、やっぱ覚えてないんです、すいません。じゃあ続きまして4位はチョイです。ありがとうございます。そういえばお弁当の件 P さんから返事が来てたのかな、全然、無視されました。予想通りです、予想通りです、予想通りです。はい、じゃあ続きまして3位は中坊さんです。私は今お腹の肉がブヨブヨなので、筋トレ頑張ってユーリーさんみたいになってマジでキュンキュンしてます。いやー、そんな、いや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 、絶対ね、いやでも私も頑張ります、一緒に頑張りましょう一緒に頑張りましょう、私も頑張らないとなって思ってるでは続きまして2位はふーさんです。ありがとうございます。また見に来てください。
では続きまして最後1位は四季さんです。ありがとうございます。マチャリンの笑顔は今日も届いて声も楽しかったです。ありがとうございます。本当にまたどうしよう、明日朝、じゃあ何曜日だっけ、明日あどうしよう、時間ある時に配信します。またちょっとバタバタしちゃいそうで、時間の時に配信します。ぜひまた見に来てください。では皆さんおやすみなさい。ツイッターコメントしてね、見てるよ。インスタもね、バイバイ、おやすみ。なんかあ、まだがまだ全然あるがインスタもツイッターも見てくださいね。インスタ最近すごい反応が前より全然多く、すごく多くなってすごい嬉しいです。いつも見てます、いいねしてます。ぜひいいねしてくださいコメント薄いおやすみ。